エナージェクト世界エナフルステージフューチャリング水木エナ、水木エナってなんで水木ちゃん入ってきた。なんとですね、もうタイトルにある通りなんですけど、俺知らなくて、まあとりあえずちょっと概要から説明していこうかな。あの今来ているイベントがですね、これかな、まあルイくんが主体となった一番前に出てる、まあ、イベントだと思うんだけど、まあ、こちらのルイくんがですね、まあ、今ガチャとかも来てるんですよね、こういう風な感じで。でまあ引いてるのバレちゃってるんですけどまあその8回引いてるっていうのもね、後で説明するんだけど、なぜかっていう。でこういう感じで、まあルイくんとか、あとみずきちゃん、あとは、ルカちゃんがこういう感じでピックアップされてますよって感じなんですよね。でイベントメンバー今回ね、見ていきましょうか。まあ、パーティーなんですけど、アキトくん、ルイくん、エナナン、みずきちゃん、ルカちゃんが今回ピックアップっていうか、これで周回するといいよみたいな感じで、まあ自分なりにねこう編成して289パーってなってるんだけど、で今回当てたルカちゃん、これめっちゃ可愛くないルカちゃんかみずきちゃん欲しくてね、引いたんだけど、なんとルカちゃん来てくれて8回で、いや今回ルカちゃんの動画じゃないのにめちゃめちゃルカちゃんのこと話しちゃいそうで、ちょっとこの辺はカットしますね。でなんとなくこうエナーなんか、あエナーなんピックアップだから入ってると思って入れてたんですよ。でこれで周回してて、まあこの時点で皆さん気づいたと思うんですけど、まあ俺はね気づかずに鈍感なんで全然気づかなかったんですけど、ここにエナーなんがいるっていうことは、ガチャか報酬にどちらかにエナーなんがいるってことなんですよ。それに俺気づかなくて、なんとですね、こちら報酬にですねエナーなんがいることを知らずに、なんとなく報酬画面に、あポイント貯まってきたら交換しようってなんとなく思って行ったらエナーなんいるから、マジでビビって、いや本当にね、頭の中が黒柳徹子みたいになった。ということで今回めちゃめちゃこの美女がね、一番左の上にねもういるっていうことで交換していこうかなと思います。でさ、もう一人いるんだけど、このアキトくん、アキトくんもなかなかいいよね。このエナーアキト、エナーアキがいるから絶対この略し方しないと思うけど、エナーなんを交換するだけの動画です。どんだけ時間経ってんの、エナーなん交換する星2のエナーなん交換するのにここまで長引く人いる？多分ね、そこら辺のガチャ動画をする人よりもめちゃめちゃ時間かけてると思う。いくよ、イラストの全体図はマジで見てない。このビジュアルめちゃめちゃいいから、とりあえずさ、全体図で見たいんだ。あ、待って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 、え、やばくない？ちょっと待って、え、めっちゃ可愛いんだけど、ねえ、やばい、今回のやばいかもしれない。交換するよ、はい、やば、ちょっと待って待って待って、イラスト見て、イラスト見て、見せて、イラスト見せて、マジで。あ、ルイくんの会話ちょっと聞きたいな。ルイくん、ルイくん、ちょっと作ってほしいものがあるんだけど、相談に乗ってもらって、見ますよ。はい。あ、待って、やばい、ちょっと待って。いや、星2なのにめちゃめちゃいいイラストしてる。いや、てかめちゃめちゃ好みなんだけど、この衣装欲しい、マジで。え、今回のイラストじゃねえや。今回のさ、ガチャ引いたらこのイラストゲットでき、この衣装ゲットできんのかな。はい、ということで、今回はエナなん交換していきました。いや、マジでさ、いや、このイラストめちゃめちゃいいですね。はい、いや最近エナナンのねイベントも誕生日も来てたんで、しばらく来ないかなと思ったら、まさか星2のエナナン来てくれると思わなくて、いやびっくりしましたっていう動画ですね。いやー嬉しい、ありがとうございます運営さん。あ、動画終わりです。